おあんたはもしかしてファデューやマジンオーセルと戦った旅人かハハハ行行幸から聞いたんだある旅人がリーユエを救った見聞が広く実力も相当ってなあいつは目が高いからこんなに人を評価するのはめったにないことなんだぜ当時その話を聞いて一体どんな実力を秘めたやつなのか会ってみたいと思ってたんだ その服装と横にいるチビのであんただってわかったよチビじゃないパイモンだパイモン…ふ、う、む、ん、実に興味深い生き物お二人からは風と大地の匂い以外にも何か少し…うむ、ん、星空の匂いがするでござる、うん何が…なんだって 今までで一番おかしな感想が聞こえてきたぞ気にしないでくれただ拙者は運命の出会いには意味があると信じているだけでござる似たようなもんだが稲妻では呼び方がちょっと違うこいつは楓原和葉訳けあってしばらく私の船に乗ってる時折出てきてはこういったことを口にするんだ 船と海風があるのに詩を銀じぬのはいささか風情に欠いているであろう <laughs> 確かにな南十字舞踏会が開催されたらあんたにも詩を披露する機会を設けてやるよそれは教師代というもの何かのために書かれた詩というものはそのほとんどが意を欠いたものになるでござるからなせっかくの機会なんだそれに 大英雄も参加するそう決断を早まるんじゃないちょっと待ってくれ南十字舞踏会って何だそれに大英雄ってお私あたしはてっきりそれの申し込みに来たのかと思ってたが知らずにここに来たのか南十字舞踏会あたしが主催する舞踏大会で大勢の人が自らの武芸を披露するために参加する 参加にあたっての決まりは2つ1つ何かしらの実績があること少なくとも武芸が全くできずただの遊び心で参加するのはダメだもちろんあんたにその心配はいらないあんたより実績のあるやつなんてそういないからな2つ参加者は神の目を持っていてはならない実力の差が開いちまうからな 自分の実力に自信があるのは知ってるけど竜やトラが隠れているのがこのリーユエだ甘く見るなよあんたみたいにリーユエを救った大英雄があたしの舞踏会に参加すれば大きな話題を生むはずだそしたらもっと強いやつが集まるでもオイラたち本当に舞踏会に参加しに来たわけじゃないんだそう結論を焦るな今回の舞踏会 いつもより貴重な商品を用意してあるそれも「主なき神の目」拙者が提供したのでござるもし舞踏会の優勝者がこの神の目をもう一度呼び覚ますことができたならそれはそのものに授けようそんなものがあるのか所持者が亡くなると神の目は光を失うがそれでも抜け殻は消えぬ。 その抜け殻で何ができるのかはまだわからぬが実体が残っている以上受け継ぐことができるのではないかと拙者は踏んでおるああ私からすりゃ神の目は神に認められたことを象徴する旗だそれを輝かすことができるのは強者の中の強者に決まってるその強者を見つけるためそして神の目に再び光を灯すため南十字舞踏会を開催するんだ 神の目を持ってないのならこれが絶好の機会だろう自分の神の目を手にするといいそうだぞ舞踏会よりも稲妻に行く方法が知りたいんだ稲妻あそこに行きたいのでござるかなんだそういうことは早く言え稲妻に行く程度どうってことないもしあんたが勝ったら 商品を神の目から稲妻行き市調生号の乗船券に変えてやってもいい自分で選べこいつを舞踏会に参加させたいだけだろ <laughs> もちろんさ強者が多ければ多いほど舞踏会も派手なものになるだから私はあんたにどうしても参加してほしいのさどうする稲妻に行くために参加するか よしじゃあ会場に行って申し込んできな舞踏会の会場は幸運閣にあるあたしも後からカズハと一緒に行くさすればあとは結果を待つだけであるなうむ悪くないでござるゲーゲーゲー